映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。世界の人口は劇的に増え、農地の汚染も深刻な問題です。食料問題はどんどんやべえことになっていくでしょう。その問題を解決するのが私たちのカニです。 カニ美味しいよね。地獄の塩招き巨大ガニの下たり。1980年のアメリカのカニ映画。VHS 版で発売されていた時のタイトルは、グルメホラー血まみれ海岸人食いクラブ地獄の塩招きカニ味噌の下たり。タモリクラブでも日本一長いタイトルの映画として紹介されたそうです。VHS パッケージの裏の解説を引用させていただきますと、 一匹一匹オーディションされたプロのカニ俳優たちのきめ細やかな演技。要するにむちゃくちゃふざけた感じで日本で発売された作品。現代はジャイアントクローズ、でかい爪とかなり短いしカニ味噌は滴らたない。ラストにようやく出てくるクソバカでかい塩招きは、重量5トンのコンピューター制御のすごい白物らしい。迫力はすごいが移動機能は全くないらしく、その場から1ミリも動かない。一応アニマルパニック系なので怖い映画のはずなのだが、 古いこの手の映画はなぜかトロピカルで妙に明るくて楽しい。きめ細やかな演技のカニ俳優たちはただ横歩きしてくるだけで脅威に見えないが、俳優たちはゾロゾロやってくるカニ相手に頑張って怖がる演技涙ぐましい。巨大塩招きの原因は悪の企業の有毒物質のはずなのだが、途中からなんかあやふやになって悪い奴は全然出てこなくなります。ヒロインの女記者はその会社の重役の娘なんですが、この設定も生きてこず、 途中、ブードゥーっぽい人たちが出てきたりしますが、思いのほか何もないです。色い々ろいろ煮え切らないちょっとした名作です。要するに私にはめちゃくちゃ面白い作品だったということでした。それでは、カニ味噌は別に食べたくならないネタバレ。 早く成長する新しいカニを取材しにこの島にやってきた女。カニ博士は忙しいので博士の弟子の男が相手してくれる。長年の研究の結果、カニは暖かければ早く育ちます。わかりやすい研究結果で助かります。発電所の事故で汚染物質が流出しました。この手の映画は大体汚染とかが原因だ。ちなみに取材女のお父さんはこの発電所の重役。島のみんなが集まるちょっとバカな犬がいるローカルバー。飲んで歌って妙に明るい島の男たち。トロピカルモノはホラーでも明るくていいですね。 ギターの男のトレーラーハウスに大量の塩招きたちがやってきたぞ。ギター男が取り乱して燃えてしまうトレーラーハウス、カニは何もしてません。弟子と取材女は仲良くなったけど、水を差してくるバーの店主。そんな取材女もついに塩招きの大群に襲われる。弟子が助けに来ると、バカでかい塩招きの殻を見つけた。実験成功だと喜ぶカニ博士と弟子の男、バカなんでしょうか。結婚を断りたての研究所の女も襲われたし、バーのちょっとバカな犬もどうやら塩招きに挟まれたみたいだ。 ちょっとバカな犬かわいそうに。事件現場にはカニのハサミが転がっていたり明らかにカニの仕業なんだけど、地元の男たちは密入国者の仕業だと思い切り立っている。話がややこしくなってきたぞ。そうこうしているうちに巨大塩招きの犠牲者は増える。子供が塩招きに襲われたので助けを求めに来る密入国者たち。ようやく足だけ見せてくれる地獄の塩招き。ついに島の男たちと鉢合わせてしまう密入国者たちだが、バーの店主の一言でみんな納得してくれたみたいだぞ。 物分かりが良くて良かったです船で急いで医者のところに運べと外に飛び出すとついに全貌を表すド迫力の地獄の死招きそして物語は怪我した子供そっちのけのラストバトルへ星4つ終わり